こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジアキララファンタジアです。あまり夜更かしをするとソラ様に怒られてしまいます。一緒に頑張りましょうね。うん、私たちはプロにも負けません。私のことアホな子だって思ってるんでしょう。うん、トレーニング。こんばんは。そろそろガンダムくるくるかしら。すごいでしょう。もちろんまだまだです。言っただろう、心配すんなって。よくできました。なんかもらえますね。なんだこれ、お土産でパステルジュエルっていうのがありますね。なんだろう。496ですね、今石の数が。今夜はお月様が綺麗ですね。クリエメントコミュ実装記念。いろいろありますね。というわけで今回もメールは見た。頼れる先輩か。後輩に甘えてないで、私もしっかりしよう。メールは見た。金髪館殺人事件。ランプによるとこの服で給仕するのがメイドのたしなみらしい。ということでですね、今回から、水属性ですね。水属性強いのは土属性になるので土属性に切り替えていきます。あとこのメンツということになりますね。キララ装備は魔法使いちゃんとなってるよね。アズニアを育てるために魔法使いになります。ということで土属性、お土属性をコルク用意されてんですね。どうしたんだろう。ジンジャーか。え？マッチ？おっと。ルールですから。これでバトルですね。
誰も怪我させません。手加減しませんよ。サポートします。これで私のために強くなって。はい、無線効果かな、いいのか。手加減しませんよ。これをやると全滅してしまうので。やるっきゃないよね。あ、ダメージ与えるんだ。これはもう使うしかないですね。この時のために練習したんですから。行きます。まっすぐなデメージ受給。一人でいくらだ。あ、そんなに与えられない。1万9000だいぶ少ないな。やりました。おー、みかんですね。仮ごっこだよ。どうしましょう。ですね。しっかり休んで、しっかり働こう。再度地属性です。え、風属性が選択されちゃってる。え、土属性ですよこれ。DD とかいろいろいますね。本田玉木とか面白そうですけどね。ではボーナスないのか。さっき本田玉木があったんで、本田玉木を、選択 しましょう。
この時のために練習したんですから。いきます。55,000。まあまずまずですね。勝ちましたよ。やりました。ありがとうございます。そういえば、本当ですね。ところで困った。ひょっとして、そういえば、それなら、え？ごて。さあどうだ？二道作法弓心。誰？ランプによると、この服で給仕するのがメイドのたしなみらしい。ひょっとして、もうバレてんのかな。え、どうでしょう。どう？ノンノン。クラブかな。おっと。どんなあの動き方なんだ。むむ、なるほど。後ろ、まさか。そうだね。うん。なんだ。はい。どうした？ケチャップ？もしや。
キモシ？多分お？三者三様のキモシかな？おお、なんか思わせぶりな。そうですね。お、もうこれで収集クエスト解放で、続編は4月29日まで待てってことですね。今日は、あ、超運がいい日ですね。というわけで、頼れる先輩か。後輩に甘えてないで、私もしっかりしよう。このシナリオクエスト、ランプによるとこの服で給仕するのがメイドのたしなみらしい。8節まで終了です。以下は後半見たい、行いたいと思います。もしかすると先に収集クエストやってしまうかもしれません。ぜひ次回もお楽しみに。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。